ウィズチャンネルをご覧になっている皆様、お疲れ様です。ニューレディの肉の工事肉用です。本日もウィズ編集部に寄せられた様々なお悩みに、ふわっと回答していきたいと思います。イエス。旦那が友達の投資話を聞いて興味を持っていて困っています。正直私はそういうのとは無縁だったので考えられないし、失敗して借金をしまくるという話も聞いたことがあるので、やらないでほしいのですが、言い合いをするのもだるくて最近は放置しています。旦那の仕事は建築関係で、私は事務仕事をやっています。私も旦那もこういう投資の知識は全くないのですが、投資って結局やった方がいいのですか？今年子供も生まれるので、旦那には本当に変な冒険をしないでほしいです。今って不況だし、株とか仮想通貨とか詐欺っぽい印象しかないし、普通に働いて普通に稼いで貯金をした方が確実じゃないの？と思ってしまいます。春日部にお住まいの反り残しバブちゃんさん、26歳の方からのご相談です。春日部って言ったらね、まあ、クレヨンしんちゃん、あとはロビンソン百貨店があったっていうのでね、覚えています。ロビンソン百貨店って今はなくなってしまったんですけども、イトーヨーカドーの子会社だったんです。春日部はね、そのね、ロビンソン百貨店の1号店で、レアな百貨店だったから今でもね、覚えています。女装ってね、デパート好きの人が多いんですよね。反り残しバブちゃんさんもかつてロビンソン百貨店でお買い物したことがあるのかしら。そんなね、女装に特殊な覚え方をされる町春日部にお住まいの反り残しバブちゃんさんなんですけども、配偶者の方がご友人から投資話を持ちかけられて、ノリノリだけど今年子供も生まれる予定なのでやめてほしいなっていうことですよね。配偶者の方が建築関係のお仕事で、反り残しバブちゃんは事務職ということなので、そのあたりにも感覚の違いがありそうですよね。建築業は人手不足で大変な業界なんですけども、独立すると若い方でも結構稼げる業界でもあります。中小の事業者も多く、いわゆる社長さんが多い業界です。それだけね、リスクテイクを好む人が集まっている業界なんで、反り残しバブちゃんさんの職場よりも投資のお話というのが回ってくる機会が多いのかもしれないなというふうに思いました。相談文にね、何の投資の話かっていうのがね、全く書かれていないので、はっきりしたことは言えないんですが、一概に投資すべてを否定するっていうことには反対です。脅かすようなので恐縮なんですけども、円預金をしているっていうことだって、インフレが進んだり、円安が進んだりする中では、価値が下がるリスクがあるんです。例えば2023年は1000円で買えたものが2024年には1200円になっていたとします。銀行に預けていてもほとんど利子はつかない状況なので、額面は1000円のままで同じでも、その1000円は価値が下がっているっていうことになりますよね。またね、世界の基軸通貨である米ドルに対して円安が進むと、同じ100万円を米ドルで換算すると、1ドルが130円の時には約7692ドルなのに対して、円安が進んでしまって1ドルが150円になると約6666ドルに目減りをします。別にね、日本で暮らしているから米ドルに換算する必要がない、関係ないっていうふうに思ってるかもしれませんが、日本に住んでいても輸入品の価格は値上がりします。例えば昨年には iPhone が値上げしたっていうニュースが大きく流れてましたよね。円預金だけにしたままにすると、より輸入品の上昇を実感することになると思います。そう考えるとね、日本円で銀行に貯金をしていることだけが資産価値を減らさない唯一の方法ということは言えなくなります。資産価値を減らさないためにも、ある程度の金額を投資に回すというのは、これからの時代に大切なことになってくるんです。とは言ってもね、子育てを控えていきなり大きい金額を全部投資に回すっていうことを進めているわけではありません。やっぱりね、日本で暮らしている以上、ある程度のまとまったお金というのは日本円で持っていた方がいいんじゃないかなと私は考えます。
特に子育てをしながらだと急な出費なども想定されるので、6ヶ月から1年は何があっても貯金で暮らしていけるくらいの蓄えというのは欲しいですよね。なのでまずは配偶者の方に急に投資を始めるんじゃなくて、これだけ貯めてから投資を考えようという提案をしてみてはいかがでしょうか。最初からやるなっていう風なね提案ではなく、安心できる余裕を持った上で投資に臨みましょうよっていうことを伝えてみてください。投資に関して本業でのね独立や事業展開以外で借金をしてまでの投資というのは明らかに身の丈を超えた投資になります。配偶者の方の話を聞いてリスクが高そうなものに関しては、十分な貯蓄を達成した上で亡くなっても諦めのつく程度の金額であれば出資してもいいんじゃないかなということを伝えてみてはいかがでしょうか。それでもね、配偶者の方が説得を聞かずに借金をして危険な投資に臨むというのであれば、残念ながらその方はクズだと思います。一旦はうまくいったとしてもこの先きっと大きな失敗をすると思います。別れる準備をした方がいいと思います。ただね、配偶者の方が話をする投資の内容が本業でね無謀でなく本人の頑張り次第でうまくいくかもしれないということであれば、借金をしても投資をする価値があるとは思います。あとは国が税制優遇をしてまで促している王道の投資プランであるNISAを活用した運用などを提案して、配偶者の目先を変えるっていうのも一つの方法なんじゃないかなというふうに思います。今の日本は不況で株式に関しては詐欺っぽいという印象を持っているっていうふうに書いてあったんですけども、私としてはね、むしろ不況な時こそ株式というのは買い時であるというふうに考えています。不況の時でもね、銘柄を分散できる投資信託という仕組みを使ってリスクを低減しながら少額ずつ投資を行うというのは、私はね、悪い取り組みではないんじゃないかなというふうに考えています。 NISA という仕組みはね、国が作って優遇をしてくれているので、私は生かした方がいいんじゃないかなというふうに思っています。妊娠中でね、体調管理も難しい時期で夫婦のコミュニケーションを取るのも億劫なのに、あれこれ難しいことを言ってしまいました。この点はすいません。でもね、相談文を読むと、反り残しバブちゃんさんは今人生におけるターニングポイントにいるんじゃないかなというふうに思います。体調がきついかもしれないんですけども、今ねしっかり配偶者の方とコミュニケーションを取って態度を見極めた方がいいと思います。まずはね、配偶者の方がリスクが大きいものに投資をしようというふうに考えている場合には、ある程度の貯金を確保した上で余剰分で投資をすることを提案してみましょう。それでもね、どうしても投資がしたいというならば、投資の王道であるNISAを活用して少額から始めてみることを提案してみましょう。それでもね、心配をしている妊娠中の反り残しバブちゃんさんを気遣えないような配偶者であれば、別れる道を選んだ方がいいと思います。しっかり見極めてね。よろしかったらこれからもチェックをしてください。高評価ボタンを押してくださったら嬉しさのあまりハッとしてグッと来てパッと目覚める時だからと、田原俊彦さんのハッとしてグーを歌ってしまいます。投資投資ってね、相談文で言ってるからトシちゃんを思い出しちゃったんだよね。トシちゃんトシちゃんトシちゃん、皆様からのいろいろなご相談もお待ちしています。回答するときのヒントになるので、お住まいの地域とペンネームと年齢の情報なんかがあると大変助かります。ではまた相談室でお会いしましょう。バイバーイ。